ちなみにさ、はい。今、その、ポスティングとかさ、はい。フリーペーパーって、はい。すごい面白そうな感じがするね。します。ねえ、だって、うん、コロナでほら、みんな家にいるもんね。はい。だからインターネットが強いかっていうと、一概にはそのインターネットが強いとも言いにくくて。うん。例えばスマホって画面がちっちゃいじゃん。はい。だからそのちっちゃい画面の中の取り合いなのに対して、うん、まあ、チラシって言うとね、そのスーパーのチラシとかって思っちゃうかもしれないけど、フリーペーパーだとか、その、あれですね、ポスティングみたいな感じのものは、家に直接届くでしょ？はい。まあ、暇だから見るよね。そうですね。うん。うちもなんか見ちゃうかもしれないね。うん。うちもあの関連会社でチラシ配りをするんですけど、ポスティング。ああ、その、お世話してるところじゃなくて？私もちょっと役に入ってる会社で。そうマルチだね。あね、これ、ね、絶対面白いよ。はい。だから、そういう意味では、